いつもご覧いただきありがとうございます。今日も充電、急速充電来ております。と今日は5回目の充電になります。で、車の方ですね、とちょっと見てもらえばわかると思いますが、今ゼロです。とゼロになってエンジンがかかるような今状態です。とここから急速充電で全開まで行きます。ではいつもの通りね、とコンセント挿して、よし、 OK。 おお、ここが水色。はい、では 90% でスタートいきます。はい、今通信が始まりました。と今日は全部使っているので、ゼロ表示になるのか、ちょっと、お、1%。 そうですね、エンジンかけてちょっと発電するので、この 1% っていうのが表示されるんですね。はい、電圧、電流の方が105、ちょっと安定してないですね。102が出たり101、まあ105まで上がりますね。でボルトの方が、電圧の方が355、356ぐらいで動いております。では今からまあ40分ぐらいかかると思います。はい、では一度確認して、と緑ランプついてます。充電大丈夫です。と室内の方も念のために確認します。とここですね、はい、充電中の点滅がついてます。ではここから時間を進め、とアプリにですね、とスマホの方に満タンになったら連絡来るのでね、それでここに引き取りに行きます。では、はい、時間経ちましたので来ました。40分今経ってます。で 83% 入っております。と電流の方がもう下がっておりますね。26アンペアです。393ボルトとなっております。とこの状態でスマホに表示されてるとキロ数がやっぱりちょっと正しくないんじゃないかなと思いますけど、一応写真撮ったのでね、と掲載しておきます。109キロと出てました。109キロは入ってないと思いますね。一応ね、これで止めたいと思います。車の方も止めます。はい、で41分経って OK。 はい、で電源も止まりました。で抜きます。でちょっと雨が降ってきております。雨をね、雨がね降ってきた時の充電もね、と何遍も試してるんですけど、ここねご覧いただくとこんな作りになってるんですよ。であれが入って、まあこの中にはね、雨水入らないように設計されてます。なのでとできたら雨じゃない時の方がいいと思いますけど、雨でも全然充電できます。はい、では車をちょっと確認します。今の状態を、はい、この数値になってます。エンジンかけるとパワーオン、何キロになっているか、お、マジ 91? 91も入るの？今 84% で止めて 91? 100キロぐらい入るのか。あ、でもね、コメントくださってた方でね、一番初めこう高く出ても100メートルぐらい走ったらこの数字と下がってしまいましたっていう方もおられたので、ここ見る限りだとね、いつもと同じような感じなんだけど、こっちのキロ数だけでいくと91キロなっております。はい、今日はこんだけ、から40分充電して91キロ分入ったということになります。
はい、最高更新中です。はい、参考になったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。バイバーイ。